どうも皆さんお久しぶりです。モロケンです。もう夏ですねということでですね、今回紹介する新しいテントはこちら、ディデン DOD のライダーズワンポールテントというテントでございます。このテント、いわゆるワンポールテントなんですけども、こんな感じで屋根を作ることもできます。まあ、このね、ポールは別売りなんですけど、今僕めっちゃ眩しいんですよ、これ。でもね、やっぱこういう風な屋根を作ることでちょっと下がれば全然眩しくないんで、やっぱ夏とかこう日差しが強い日にね、この直射日光を浴びるのか、またまたこう一つね影があるかでだいぶ変わってくるんで、ワンポールテントを各社から販売されていますけど、こうやって屋根を作れることができるワンポールテントって珍しいんで、そういった意味でも、おすすめなテントかなと思います。ということで今回はこの DOD のライダーズテントを紹介するんですけども、まずはこのテントの特徴をさらっと紹介してみたいと思います。一つ、収納時の大きさは 50cm×14cm でめちゃくちゃ小さく、重量も 2.6kg と軽いテントです。二つ、雨が降っていても全室で調理できるぐらいのスペースがあります。3つ、別にポールを用意すれば屋根を作ることもできます。4つ、ペグはアルミ製の V 型のものがついています。普通のペグに比べて曲がりにくく地面に刺さりやすいペグです。5つ、インナーテントは取り外すことができるので、タープのようなスタイルで使うことも可能です。このテントのウィークポイントはスカートがついていないので、真冬で使うのは辛いかもしれません。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。袋から出すとこんな感じです。テントの収納袋自体にコンプレッション機能がついています。袋自体が大きめに作られており、テントを入れてから圧縮させるので、テントを適当に畳んで入れても小さくまとめられるのはとても良いことだと思います。中にはメインのアルミ合金製のポールが1本と、アルミペグが13本、ロープが合計7本入っていました。ポールの直径は約 1.5cm、 全長 185cm、ペグの長さは 17.5cm でした。メインのポールを見た時、細すぎて大丈夫かなと思いましたが、ある程度の柔軟性もあり、このくらい小さなテントであれば十分だと思いました。早速 DOD のライダーズテントを組み立てていきます。このテントの一番の特徴は設営が簡単だということです。組み立て方は、1、テントを広げて適当な4箇所をペグダウンします。この時あまりピンと張りすぎないようにしましょう。2、ポールを組み立てます。3、ドアを開けて中からポールを立てテントを立ち上げます。4、残りのペグダウンできる場所にペグを打ちます。これで完成です。僕が急いで本気で組み立てると2分かからない程度で組み立てすることができます。初心者の方でも迷わずに5分程度で組み立てできると思います。ロープがついているので状況に合わせてロープを張ってください。テントを張り終えるとこんな感じです。早速 DOD のライダーズワンポールテントの外見を詳しく見ていきましょう。テントの上部に2箇所通気口があります。中に硬い板が入っており、これを整えることで通気口になります。扉は正面に2箇所あります。全部開け切ることもできますし、どちらか片方だけ開けることもできます。開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます。早速中を見てみましょう。中はかなりシンプルな構造で、余計なものは何もありません。ランタンフックなどはないので、ポールにかけたりする必要があります。このテントはインナーテントをつけたり外したりすることができるので、早速ですがインナーテントを取り付けてみたいと思います。天井のバックルとインナーテントのバックルを接続し、テント内部の丸い箇所にフックをかけることでインナーテントを取り付けることができます。インナーテントの底面部分をペグに引っ掛ければ完成です。早速インナーテントを開けてみましょう。インナーテントはメッシュでできています。扉は上下作用に開くことができます。開けた扉はくるくる巻きにして横に固定することができます。早速インナーテントの中を見てみましょう。一人用のテントですが、詰めれば2人は寝れそうなほど大きな室内です。実際に私が寝てみるとこのようになります。余計なものはなく、シンプルな室内です。天井にはランタンフックがついています。インナーテント内には最大で2人、全室の部分にもコットンなどを引けば1人寝れるほどのスペースがあるので、とても大きなテントだということがわかると思います。別売りのポール2本を使えば扉を屋根にすることが可能です。ポールを使わなくてもロープで木などに固定して屋根にすることもできます。日差しが強い日は屋根を作ることでかなり楽に過ごせると思います。このテントは寝室の前に全室がついているので、雨が降っていてもこのように室内で座りながら調理できるくらいのスペースがあります。
各部の大きさは185センチ、190センチ、135センチ、280センチ、140センチ、140センチです。耐水圧についてです。スペック上の耐水圧は屋根が2000ミリ、床が3000ミリとなっています。インナーテントの床やフライシートの縫い目には全て防水の CM テープ加工が施されており、防水性は高そうです。よっこいしょということで、いかがだったでしょうか。 GOD のライダーズテントの紹介でした。ってことですね、6月ですね今日ね、6月2日かななんですけど、僕ね、久しぶりにも3ヶ月くらいにキャンプをこうやって外の撮影したんですけど、めっちゃ気持ちいいね。ほんと久しぶりで、こうやって外でテント張ってこうやって椅子に座るのマジで久しぶりで、ようやくちょっとね、キャンプがしてもいいかなっていう雰囲気になってきたじゃないですか。まあ3密になるのはね、良くないんですけど、まあ、こんな感じでね、もう誰もいない状況だったら全然キャンプっていうのはいいと思うんで、ようやくキャンプができるやなと思いました。このテント総評なんですけど、まあ、価格がね1万6000円ぐらいかなっていう感じで、まあ、1万円台で買えるにもかかわらず、結構万能なテントやと思います。1人用のテントとして売られてるんですけど、まあ、この室内は2人入りますし、もちろんこっち側にもね、寝ようと思えばもう1人ぐらい寝れるんで、まあ、2、3人はね頑張れば寝れるぐらいの、テントですよね。もちろんこうやって屋根を作ることもできます。冒頭にも言ったんですけど、このポールはね別売りなんですけど、落ちてる木とかでも、作れますし、なんかここにもし、大きな木の枝とか、木が立っているのであれば、その木にくくりつけたりすることで屋根を作ることもできるんで、収納時はこのぐらいのちっちゃいのに、まあ、2人ぐらい寝れるし、なんか大は小を兼ねるじゃないけど、なんかこううまくまとめたなっていう感じのテントだと思いました。しかしですね、まあ、ベタ褒めも良くないので、個人的にこのテントで気になることは2つありました。1つはこの蚊帳、この室内の蚊帳の四隅ですね、底面の四隅の縫い目が防水のシームテープ加工がされてなかったんですよね。つまりこう何、底面があってこう折り返してるその四隅なんですけど、四隅がこうただただ縫われてるだけで、そこにテープが貼られてないんで、そこから水が入ってくる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっとそこの点気になって、まあ、めちゃくちゃ大雨が降ったり風が吹いてるときは、ここからこの下の部分からね、吹き込んで、そこから水が入ってくる可能性があるんじゃないかなと思ったので、ちょっとそこだけがね、気になった点ですね。でもう一点気になる点もこの蚊帳についてなんですけど、普通こういったワンポールテントの蚊帳って、この外側の茶色い部分あるじゃないですかね、これとペグを共通するんですよ。このテントって五角形なんですよね。なんで5本周りにペグを刺すんですよね。ただその5本のペグのうち3箇所を使ってこの蚊帳を固定するのかなと思ったんですけども、全く違くて、蚊帳は蚊帳でペグを打つんですよっていう、蚊帳でなんかちょっと特殊やなと思って、いろいろと工夫したらこのフライシートと同じペグにこの蚊帳を、固定することができるんですけど、1箇所だけね、最後の1箇所だけちょっと最後ちょっと見せようか。普通こうやってこれが蚊帳ですね。蚊帳の底面ってこうやって紐でここに固定するんですよね。まあ、これが普通だと思うんですよ。全箇所こんな感じで固定するのかなと思ったら違うくて、こことこことここは同じ、このね茶色い部分のこの生地と同じペグに差し込んでるんですけど、最後の1箇所だけここだけね、どうしてもここに届かんくて、いろいろ調べたら蚊帳は蚊帳で独自で、固定するらしいです、ペグで。ってな感じで蚊帳の取り付けがちょっとこうペグを余計に打ち込まなきゃいけないんで、ちょっと面倒くさいかなとも思いました。普通ね、バックルとかでこのねテント本体とこう接続、カチャって接続したりとかすることが多いんですけど、なんでこんな作りにしたんやろうなって思ってます。まあ多分ね、最後の1箇所はね、どうしてもこの五角形やからね、六角形やったらそれができると思うんですよ。3点ありするけどね、まあだから五角形やからこの形になったんかな、仕方ないなっていうふうに思いますね。まあ、そこまでこう重要なとこじゃないけど、ちょっとなんかそこだけちょっと不思議やなと思いました。このテントの弱点はそのぐらいやと思います。何よりもですね、冒頭にも述べた通り、この屋根を作ることができるんで、今ねマジでめっちゃ僕の前にね太陽があるんですけど、めっちゃ眩しいんですけど、本当にもうこうやってするだけで全然眩しくないんで、
か、いいですね。やっぱキャンプって楽しいですね。ああ6月マジで本当いいわ。あとねちょっとしたら僕が住んでる熊本県は梅雨入りしちゃうんで、まあ、梅雨入り前にねたくさんキャンプして撮影してっていう感じをしたいですね。ここはですねめちゃくちゃ広くてなんか本当に密じゃないんでめっちゃこう伸び伸びとできますね。最後ねもう一ついい点として今日結構ね風が吹いてるんですよ。見てわかる通り結構ねなびいていると思うんですけども、もちろんこのテント自体も全然びくともしませんし、まあ、このね屋根もしっかりこうポールを立てて、ロープを張ってればこれ飛んでいくことはないと思います。今までそういった経験はないのでちゃんとしっかりこのロープのペグをしっかり差し込んでいれば飛んでいくようなことはないと思います。暗いですね。あ、でね、いい点もう一個ありました。あのですね、見えるかな。あ、見えるね。ここにですね、輪っかがついてるんですよ。ここの頂上のところに輪っかがついてるんですよ。上の部分に輪っかがついてるから、カラビナとかを使ってタープを簡単に接続することができます。こうタープを張ってここにこうポールを1本置けばあのタープが接続できるっていう感じでめちゃくちゃいいですね。あれねマジでさ、あの TP テントワンポールテントってね頂上にあの輪っかがあるやつとないやつがあるんですよね。僕的にはあった方が絶対いいのになと思ってそんな手間じゃないようにしますんだもんね。まあちょっとした部分やけど強度が高いものやなと思いました。ということでフリートーク終わりたいと思います。DOG のライダーズテントの紹介でした。購入先は概要欄の方に貼っているので気になった方はぜひチェックしてみてください。まだねコロナが完全に収束したとは言えないんですけれども、まあ、キャンプぐらいはしてもいいでしょという雰囲気になってきたじゃないですか。そんなに大勢で密になってワイワイするキャンプでなければまあこういいような雰囲気になってきたんで、まあ、6月な7月ぐらいね暖かい時期ぐらいは外に出てキャンプしたいですよね。僕だって今めっちゃ楽しいですもん久しぶり外出てということで皆さんもね2020年の夏も、キャンプで楽しみましょう。ということで次の動画でお会いしましょう。ではまた。